井上康記念館は、北海道旭川市にある博物館。旭川市出身の作家、井上康氏を記念して作られた施設である。所在地は、旭川市春光五条七丁目五番四十一号、中原定次郎記念旭川市彫刻美術館に隣接する。井上康記念館、井上康記念館は、北海道旭川市出身の井上康氏を記念して、 作られた施設。1992年7月7日に、施設の建設工事が着工。1993年3月13日に、竣工その後1993年7月24日に、開館した。総敷地面積は5292平方メートル。延べ床面積は445平方メートルに及ぶ。旭川の彫刻家。 中原定次郎を記念した中原定次郎記念旭川市彫刻美術館と春公園に隣接している。開館より無料開放していたが2006年4月1日より入場は有料となった。隣接する彫刻美術館との共通入場券が購入できるのが特徴である。館内は109平方メートルの広さを誇るラウンジをはじめ、 153平方メートルある展示室、その他研修室や事務室で主に構成されている。館内に展示されているのは主に井上康氏にまつわる作品であり、生まれ故郷である旭川氏に対する思いを綴った自筆のノートや、彼が残した文学作品とその生原稿、さらに彼と信仰の深かった芸術家の作品などを展示している。 特にラウンジには延べ500冊を超える文学作品が設置されており、入館すれば誰でも読むことが可能である。記念館事業として、記念館を訪れる来館者の増加と記念館及び、井上康氏に親しみを持ってもらう目的で、館内においてロビーコンサートを開催している。ラウンジで行われるこのロビーコンサートには、ハープやギター、 琴やバイオリンをはじめとする弦楽詩重奏などが行われてきた。また、開館当時より、井上康史作品を中心とした講座や読書会を開催。近年では、北海道教育大学や旭川絵科大学の教授らを招き、井上康史以外の日本文学についても触れている。その他、文学講演会も開催。井上康文学ともに、中国の思想家、 講師についての話や、ロシア文学に照らし合わせた講演会を過去に行ってきている。井上康氏本人が撮影した写真展を行うなど、館内における企画展も開催されており、他紙芝居、文学散歩、原作作品をもとにした映画の鑑賞会など、記念館全体で行うイベントは数多く行われている。広報活動として記念館では、 井上康式年間法を2001年4月10日に創刊し、平成26年度には第14号を発行している。また、2012年5月から東京都世田谷区にあった井上康指定の書斎、応接館を移転し、公開している。実際に使用していた執筆机や、障害そばに置いて眺めた陶芸家、河合勘次郎の壺など、当時のままに再現し展示しており、 記念館職員による書斎、応接館についてのガイダンスを行っている。平成26年4月1日から指定管理者特定、非営利活動法人朝日川文学資料ともの会による運営に移行している。記念館内に展示されている井上康氏にゆかりのある所蔵品。リストは2007年現在、朝日川市井上康氏記念館条例。ありがとうございます。